はい、どうも皆さんこんばんは、吉本です。とても悲しいことがありました。まあそんな悲しくないんだけど、まあ実際そんな悲しくないんだけど、はい、これを見てくれ。明らかに数が減ってしまった。はい、まあね、ライトニングアイバンにまたやられた。ちょっとね、もう結論から言うと、いやもうトラウマだわ、本当に。2回もこんな、アルゲンダビスっていう鳥を探しててここら辺にいないかなと思って、見つけられればさ、動画でそこに向かうだけだからいろいろいいじゃん。だから探そう、居場所だけ探そうと思ってたら、またやつが来た。ライトニングY1が。てか空気をつけてたのね。北行ったから空には気をつけて見てたんだけど、なんか空を飛ぶ速度が速いんだけど、なんかわかんないけど、もういつの間にかなんか雷がバチバチバチってなって行ってた。で、連れてったのはこのダイヤウルフと、鳥に乗って行ってたんだよ。鳥が速いんで足で、この足遅い組は放っておいて、サーベルタイガーとか前回テイムしたカルノタウルス2体とか足速い組で行ってたんだけど、まあみんな行ってもうた、みんな一撃で行ってもうた。でダイヤウルフ、なぜこいつに乗ってたから、まあこいつは生き残ってんの分かんだけど、こいつもね逃げ足速いんだからなんか知んないけど、無事生還したよね。あ、じゃあお前の名前は、じゃあ逃走犬にしとこう。今後の逃走犬の逃走っぷりに期待。で、今回何をするかというと、あ、そう、実はね、モスラ、行方不明になったモスラいたじゃん。俺、あの後めっちゃ探したの。で、はい、モスラー。卵産んでるじゃん。これ、卵産んでるな、これ。これ、卵って、これ、どうやって育てたりするんだろうね。とりあえず置いてみるか。なんか、あったかいとこに置くと、なんか、あれらしいよ。え？食べちゃった。で、今回は何をするかというと、モスラに乗って、前ライトニングワイバーにやられた時って、赤いオビリスクを目指して、歩いてる時にやられたじゃん。で、今見えるね、ちょうど。奥に赤は見えないけど、まあ、オビリスク見えるじゃん。モスラで行けばいいんじゃねえと思って。で、オビリスクの真下ってのは、まあ、こっちのオビリスクと同様に楽園になってるっぽいんで、まあ、水も多分あるだろうし、そこに、まあ、また仮の拠点作って、まあ、ここが俺にとっては本拠地なんで、あっちに仮拠点作って、で、まあ、モスラと一緒に帰ってくるって感じで。でね、なんであそこに作るかっていうと、多分赤いオビリスクがあるのが、この、どこら辺で言ってもあれないけど、まあ、東じゃねえよ。西ら辺なんだよ。あっちなんで。で、西側に、ワイバーンの巣があるらしい。と、西側の洞窟に、水晶があるらしい。なので、やっぱあっちにも作っておいた方がいい拠点を。で、モスラーで行けば空中移動するんで、全然危なくないじゃん。で、北からこう、ああやって行くとあれなんで、まだワイバーンに押されちゃうんで、こっちまっすぐ行って、まあ安全にあそこまで行こうと思う。で、装備よ、装備。まあいつも通りここら辺は盾とか変わんなくて、ここ、剣作った剣。まあ、剣あるんで、まあ何かしらあっちだっても多分倒せるんじゃないかな。で、これ、金属のピッケル。今まで木のピッケルと石の斧を使ってたんだけど、金属のピッケルと、金属の斧が作れるようになってたんで、これ取りました、2つ。取ったんで、まあ、これでなんか硬いのとかも採取できるようになるのかな、わかんないんだけど。まあ、じゃあ話長くなったな。もう行くわ。もう行こう。ちょっと待って、なんかアリに襲われてる。頑張れ。あ、逃げることしかできないの？嘘。降りてこい。あ、降りてこれない。え、どうすんのこれ。死ぬの待つだけじゃん。嘘でしょ。ちょっと待って、いっぱいいるし、アリ。うわ。ありが、だから俺は今剣を持っている。おら。わ、オッケー。剣強い。剣強いけど。ああ、あんな高くまで行っちゃった。こっち来い。いや、来れねえんだ。え、あれもう死ぬだけじゃん。嘘でしょ。あ、もう来ない。来れないんだ。ええー。
あ、来れる？うん？リンプン飛んできたけどめっちゃ。え、何やってんのあの子。おい、おいで。てかお前がこっち来ねえと俺降りらんねえよもう。わ、てか麻酔矢持ってくんの忘れたな。ただ麻酔矢ぐらいは持ってこないと。え、ちょっと待って、モスラ。お前、せっかく見つけたのに死ぬ気か。てかお前が降りてきてくんないと、俺も帰れない。時刻は22時40分。済みました。あれ、ひょっとしてこれ降りられる？待って、危ない。え、なにこれ、なんか壁埋まってね。あー、無理だ。無理だ。あ、ま、あ、積んだ。もう登れないからな、これ。あ、積んだわ。じゃ、ここだね、ここ。で、できるだけ分かるところ死なないといけないから、あの骨だ。あの骨が目印。いくぜ。トゥー！はい。あ、ピカチュウ無事だ。ピカチュウ無事だ。大丈夫だ。そしたら、迎えに行こう。あと、麻酔矢忘れたから、麻酔矢持ってくるわ。そしたら降りて、あ、俺のこと食ったね。で、全部回収。オッケーオッケーオッケー。つうかさ、これあれじゃん。モスラまた捕まえなきゃいけないじゃん。もう、しかもあいつ、せっかく俺が動画外でさ、めっちゃ探して見つけたのにさ、ちょっと、親不孝すぎない？でね、これ。テント作りました。で、このテントってなんで作ったかっていうと、コメント欄で教えてもらったんですけど、気象を防げるらしい。だから前回の砂嵐だったり、暑くて HP がどんどん減っていっちゃうスーパーヒートとかを、これに入れば防げるらしい。だからもう、気候が空飛んでる時に、おーっと捕まるんかい。お前はモスラ2号だ。モスラ2号。で、気候が変化した時は、とりあえず降りてモスラと一緒にテントの中に入るって感じかな。はい、じゃ早速もうサドル作ったんで、これで行っちゃいましょう。レベル13か。なんか、テイムし終わるとレベルちょっと上がるんだよね。テイムボーナスって言って。オッケー、これでもう行っちゃいまーす。あ、ティラノいるね。ここはどこら辺だい？あ、やっぱティラノいたのとこにいるわ。オッケーオッケー。このティラノもね、テイムしたいんで、あとはもうちょっと向こうにいるティラノもテイムしたいですね。少しだけ近くで見ていこうか、ティラノ。なんか色綺麗じゃないか？あ、明るくて光ってるだけか。あーでもいいね、あーいいね。やっぱティラノ最高だよ、お前。最高。もう大好きだわ、お前のこと。お前絶対テイムすっかんな、お前。なんかちょっと石みたいなのがボツボツみたいについてるね。あのティラノ覚えとこう。石ティラノ。石ティラノ覚えときましょう。あ、やばい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 、ワイバン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 、待って待って待って。ちょっと待って、低く飛ぶか。低く飛ぼう。待ってくれ。ほらほらほら、うわ、なんでもういるんだ、ここらへん。ちょっと、オベリスクだってあっち側なんだよ。ちょっとマジかよ。どうするよ。あ、山あるわ。あの山とかがワイバンの巣ってこと？どうすっかなあ。待って、水ある、水ある。ちょっと待って、頑張れ、俺の HP あと12か。俺の HP、 待って、ないな、モスラのスタミナがもうねえわ。アンキロめっちゃいるな。一旦降りよう。一旦降りて、スタミナ回復して。うなんでやねん！てか、今思ったんだけど、テント使えばよかったんじゃねえか説あるよ、これ。テントはどうなんだろうね。ただ、一回置いたら多分外せないから、その時になるまでつけらんないんで、確かめることができないんだよね。クロスボウと麻酔矢失ったのはでかいな。とりあえずまたモスラ捕まえるわ。え、なんか戦ってんだけど。ちょっと待って、おい、どうした？なんか追いかけっこしてる。何やってんだよおい。あ、もう追いかけられてると無我夢中で来ねえんだ。じゃあ俺がこいつを引き上がすしかねえな。おい、この鳥野郎、ちょっと待って、ちょっと待って。さあ来い、モスラ来い、モスラ。ダメだ。あ、そっか、あぶね、投げ縄があと2個残ってるわ。これ当てて止めよう、動きを。てめえ、俺のモスラ3号にな、ちょっと邪魔だわ。めっちゃ邪魔するじゃん、めっちゃ邪魔するじゃん。狙いが定まらねえ。ほら、やばい、外した。あと1個しかない、あと1個し、あー、お前ふざけんじゃねえよ。
マジかよ。マジでせめてキッチンもらっていくわ。すまん、本当にすまん。よーし、4匹目いきましょう。いや、この世界は本当にね、思い通りにいかないや。まあ、そこがいいんだけど。よーし、じゃあ今度は水場をしっかり確保しつついきます。このさ、初代モスラも助けてあげたいんだけど、ほら、あの虫に追いかけられてるせいか、あれ近づいてってるよ。あ、動き始めた。ついてこない。ダメだ、あれもう助けてあげらんないんで、まああれはもうスルーで、もうあのこのモスラじゃ何もできないから、アルゲンタビスとかテイムしないともう攻撃できない。とりあえず水場、あ、ついてきてる。あ、ついてきてんじゃん。待って、後ろにお前虫連れてきてねえよな。うわ、ちょ、気持ち悪い。やめて、ほんとに。何あいつ、精神的攻撃を。俺を見捨てやがってって精神的攻撃してくんだけど、ちょっと待って、ほんとにキモい。てか、俺、赤いオビリスクって言ったけど、赤じゃないわ。青だ。赤いオビリスクはあっちだ。あの、俺の前の拠点の近くにあるオビリスクですね。青だ、青。青が一番危険じゃない？一番北にあるからね。月めっちゃ綺麗だけども、夜の速度10倍にしてるからめっちゃ月落ちるの早い。ちょっと待って、めっちゃ襲われてる。どうしよう。投げ縄持ってきてるな。奇跡的に投げ縄持って、いや、やばい、めっちゃいるじゃん。待って、うらっ。 OK、 まず1体動けなくして次にお前だ。え、あ、やばい、リマントリオに当たっちゃった。またお前の、待って、お前来い、こっち乗っちゃえばいいじゃん。また、あ、このモスラ知るな。ちょっと待って、おら、ね、待って、ね、なんでこうなる。乗るしかないもん、こいつに。まあ、乗らしてくれ。乗らしてくれ、ほんとに。こっちだ、こっち。おい、待て。おら、オッケー、こいつも動けない、これで。お前だとは。おら、よし。こっちかい、こっち。こちらもう逃げる必要ない。こっち。なんで。こっちだよ、こっち。おい、な、言うこと聞いてくれよ。またお前もか。おら、また違う、お前だ、おら、よし、こいつも動けない。乗れ、ちょっと待って、ねえ、なんで、なんで言うこと聞いてくんないの。一回戦闘になったらもう永遠に回ってるんだけど。一瞬で乗る。無理か、もう無理だな、これ。これもう無理だな。いや、これもう構ってらんねえわ、死んじゃうもん。無理、来ない、追いかけてこないかな。やばい、ちょっと目開きっぱなしだとコンタクトでさ、涙が止まらなくなっちゃうんだよ。うわ、ダメだ。もうだ。あ、あっち行ってる。あ、追いかけられてんのか。乗れろ。あ、もう無理だ。この子は置いていきます。もう、あの、一緒にはいけない。一人でもう赤じゃねえわ、青い、オビリスクを目指します。ちょっと待て、死ぬ。おい、マジかよ、大丈夫か。うわ、毒かよ、マジか。うわ、やべ、歩けないじゃない、走れない、もう骨折れてるからね。くっさー、ダメだ、たどり着けねえ。やっぱ頼りになるのは鳥だな。もう俺と一番付き合い長いから鳥が。しかも見て、レベル42、めっちゃ早いからね、マジで動くの本当に早い。広くして、ほら、めっちゃ速いし、こうやって飛ぶ速度も速いんで、よし、こいつで行こう。準備してこいつで行く。てか、マジ麻酔やさ、100発失ってるんだけど、クロスボウもちょっときついわ。それ結構あれ作るのめんどくさいんだよね。気合い入れて出発したのはいいんだけどさ、もうあの曇っててオビリスク見えないんだけど、ちょっと気合い入れてんだから勘弁して。向こうだよな、多分向こうだわ、多分。ん、あっちが赤ん、あれ。戻ってきてんじゃねえかよ、俺どんだけ方向音痴なんだよ。あれ、え、嘘、あ、戻ってきてるわ。何やってんだよ俺。もう方向音痴も大概にしとけ。あった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 、あれだ、あっちだ。俺こう行ってこう来てたね。あー、ピカチュウが、ピ
カチュウが、そういえばピカチュウ乗せてたんだ。うわピカチュウが行っちゃったよ。いやだいぶ来たぞ、もうちょいだもうちょい。やっぱ鳥はすげえわ、安定してる鳥は。やっぱりさすがだ、さすが俺と一番長くねこう一緒にやってきたパートナーだわ。すごい森じゃん森。へえこんなところもあるんだ。もう砂漠だけだったのにね。森もあるよ森も。でこの山とかに多分アルゲンダビスとか水晶とかあるんだろうな。とりあえずあの下に行って拠点作れる状況かどうかだけ把握しないと。ああアルゲンダビスだ、アルゲンダビスいるな。ただこんなところでテイムしようとしても危ないか。ちょっと石の縄も今もないんで、石の縄ある時だな。やっぱあそこで行った、アルゲンダビスそこら中にいるじゃん、いいね。これで拠点まで帰りたいね、アルゲンダビスに乗って。うわすごいとこ来たな。うわアルゲンダビスだらけだ。てかそもそもやばい、サーベル大会。これあの下本当に楽園になってるのか、これ大丈夫、これ大丈夫なの。うわ飛んでるアルゲンダビスが、もうそこら中いるよ。着いた着いた着いた、おっ、あーすごいじゃん、すごいところだ。おー楽園だわ、楽園だけどちょっと肉食多くねえか。ほっ、うわーいいじゃんいいじゃん。まああの肉食多くても鳥強いんで、レベル40で結構強いんで、そう簡単にはやられない、集団でやられない限りはやられないはず。試しにさっきそこにサーベルタイがいたんでやってみようか。レベルが高くなければね結構余裕だと思う。よし行くぞ、レベルいくつだ、24か。いやこれいける、これいけるか、ちょっと待って、やばいかもしれないこれ。あでもほら右にねあの鳥の体力あるけど全然減ってないんで、ほら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 簡単に倒せるんだよ。うれうれうれ、肉よくさ肉、ほらやっぱ鳥は強いからね、安心して手元に置いとけるね。いやさすが鳥、お前さすがだわ本当に、さすが一番長く付き合ってるだけあるね。サーベルタイガー何持ってたかな、メジョベリーいらな。はいというわけで今回はここでにしときましょうか。いやもうさすがさすが鳥だね、さすが鳥、見てこれつぶらな瞳が可愛いでしょはいというわけで次回はねとりあえずここからアルゲンダビスをテイムするところからかな。今あの麻酔を50発持ってきてるんで、でそれでとりあえずあっちに帰りたいね、鳥はここに置いてって。はいというわけでご視聴ありがとうございました、さよなら。